ばんは、ブルーアーカイブの野宮区三浦千秋です。皆さんこんばんは、はるか役の石飛恵梨香です。はい、この番組はブルーアーカイブ G アニメーションのお話や、うん、ブルーアーカの魅力、最新情報を先生にお伝えしていく番組です。もう8月も終わりですって。あっという間すぎる ね。いつもさ、もう8月ですよって話してからさ、うん、終わりですねって言うまでが本当あっという間すぎてさ、早いよね。こうやって年を重ねていくんですよ。わ、怖いね。ホラー、何よりもホラー話以上、寒くなってきたよ。いいね。暑い夏を冷やそうと、いい、ね、あっという間にそっとした。だって残りもう4ヶ月くらいだから。これ怖いでしょ。1年終わっちゃうの。そうだよ。あ、怖い。怖いでしょ。やめようやめよう、この話怖いな何よりもホラー話でした。あとさ、今日はお時間いただくのがはるかでしたよ。あ、ほんと。かわいかった。めっちゃ面白かった。なんか雑草を枯らしちゃってって言って話し出すんだけど、うん、雑草のあの 3D モーション作られてるのが何よりしかも枯れた雑草とちゃんと元気になった雑草、2パターンありますから。ほんと、うん、どこにお金かけてんだろうと思って雑草だね、すごいすごいクオリティでしたから、ね、枯れた雑草も、ね、多分それもこだわってるんだよね。しっかり多分枯れ具合にもこだわってると思う。そうだよね、うん、きっと、うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます可愛かった、朝からはるかでいい ねいいじゃん、いいじゃん。あとは8月末って言ったら兄様とかもね、あったりするから、多分見てる先生とかは行かれる方が多いんじゃないかなと思いますけど。いいじゃん。そうだよ、兄様、みんなまだまだ楽しめるものがいっぱいある。本当だ、ね、うちのラジオからの出演者いるからあの作家が出演者っていう一番そうですよね。なんなの出演者って、なんなの、何がメインの職業なのドラマやってんだもんね。なるほど。髪の毛も染めちゃってね、気合入ってんもんね。確かに、頑張ってください頑張ってきてください、応援してますから。いいね、みんな楽しいね。ね暑いからでも気をつけてね。あ、そうだよね、中旬にはくれぐれも気をつけてね、行ってきてくださいね。 そしてなんといっても今日はゲストさんがいらっしゃいますから、うん、それはそれはおとなしくそうですね、確かに、え、先週の反省と、本当に私たちはツイートも反省しないといけないですから。本当ですよ、はい、変なものがバズってしまって本当に申し訳ありませんでしたラジオ組何してんのって言われたんですが、本当にね、冷静にね、まあ、今更ではあるけど、本当だよ、このままギリギリ攻めて、 OKOK さあ、エリちゃん、ゲストが来る前に返信しないと。うん、つよちゃん、行くよ。愛と青春のブルアカ美少女戦士セーラー剣愛と情熱のブルアカ美少女戦士セーラーピンク先生に代わってお仕置きを。この番組はミョンスターの提供でお送りします。
はい、改めましてブルーアーカイブの野宮くん、三浦千秋です。はるか役、石戸ベリカです。では早速ですが、ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はい、トモエ役、厚木奈々美です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでね、今回のゲストはチーパオバージョンがピックアップ中ということで、トモエ、トモエを演じてくれる厚木さんが来てくれました。よろしくお願いいたします。お邪魔します。お洋服も、衣装もめちゃくちゃ可愛い。チーパオ衣装じゃん。そうなんです。ちょっと合わせてたまたま持っていたので、チーパオ、え、それたまたま持ってたんですか。たまたまね、たまたまチーパオ衣装って持ってるものなんですね。すごい。今期のなんかたまたま見つけたお洋服で買ってたので。さすが、ドンピシャですね。これのためと言っても過言ではない。あ、でも本当そのためということにさせていただきたいと思います。そうしましょう。めちゃ似合ってます。嬉しいです。しかもいい感じに両脇が真っ黒です。ね、そう、真ん中が際立って。どうしよう、終わる頃にはなんかアハ体験みたいな。じわじわ黒に新色染まってくる。いやいや、負けないでください。嬉しい、ゲストに来てくださって。こちらこそ、ありがとうございます。ね、冒頭から変なものを見てしまって、ほんとすいません。違うんですよ。もう嬉しくて、もう変身バンクをしっかりと、もう目に焼き付けながら入場させていただきました。あの、今日すごい厚木さんがずっと優しくて、そう、私たちの発言ずっと一回噛み砕いてくれるっていうね。違う、本当に二人が可愛すぎるし素敵だから。なんかそんな可愛すぎるとかナチュラルに褒められるの久しぶりすぎて、このラジオ全然褒めてもらえなくて。確かにね、可愛いとか聞かなくない。うん、全然聞かないね。全く ね、でも先週は先週で、まあ、可愛いとは違いますけど、なんか才能に溢れてましたよ。先週聞かれて、もう、そうだ、聞いてくださったんですよね。拝聴しましたよ。やだ。私たちが見えないもの見ようとしたのも、もっと優しく見てくださってた。でも優しく見てくれた。もちろんもちろん。でもなんか見えてきそうになりますもんね。そうなんです、そうなんです。私も改めて今日思いました。ね、透けそうですよね、こうやって見てると。そうなんですよ。スタジオの照明もそうなんです。いい感じ。おもろいよね。めっちゃおもろいよ。なんかね、透けてますよね。透けてない、透けてない、ね、透けてない。透けてくる。透けてくる。さっきなんかちょっとだけね考察してたんですけど、うん、おへその影、うん、おへその影のおかげでなんか見えるような気がしちゃうんですかね。そうなんですよ。あ、なるほどね。立体感、確かに確かに。あと、インナー履くのはルール違反って言ってましたから。そっか、ノーパオだから、はい、公式からもらいましたから。ノーパオなんですね。そうなんです、ノーパオで、はっきりと。そっか、チーパオだけどノーパオで。あら、はい、やっていきたいと。はい、はい、じゃあそろそろ、はい、お願いします。あ、ちゅうちゃん。はい、ではここで厚木さん編演じるトモエについてもお話ししていきます。うん、まずはキャラクターの説明をしていきます。レッドウィンター連邦学園所属、うん、レッドウィンター事務局の必勝室長にして、うん、チェリノの側近筆頭、うん、どんなことでも彼女が話すと最もらしく聞こえるという話術の達人的な存在で、チェリノ会長に対する忠誠心を定期的に様々な場所で吹き込んでいる。チェリノ自身は、トモエは自分のカリスマに感化されて忠誠心を持っているんだと考えているが、その実トモエはチェリノを盲目的に可愛がっているだけだったりする。うん、ということで、うん、レッドウィンター事務局の秘書さんです。秘書さん、しっかり者ですね。確かに、いつもね、そうですよね、理由でって感じがするけど、ね、確かにね、チェリノのね。で、2021年のイベント、うん、革命のイワンクパーラ、ヒゲとプリンとレッドウィンターにて初登場して、これブルーカーの2番目のイベントってね、すごい結構ね、初期の懐かしさも感じるイベントですけどね。で、しかもイベント、うん、2275温泉郷の運営記録、うん、白い吐息や寄り添ってにて初実装。あ、そっか、そこに星1配布キャラ、うん、星1配布キャラ、そうだそうだ。しかもこのイベント常駐イベントになっているから、うん、はい、まだ持ってないっていう人はいつでもプレイしてね、いつでもゲットできちゃいますね。ゲットしてほしいです。本当にか、メモロビとかも本当にね。そうだね、なんだか水も滴るいい女みたいな、なんでてね、すごいいい肌けかたしてる。ねえ、そうなんです。わかる、ね、みんな好き、あの肌けかた。そうですね、ね、ちょうどいい。確かにちょうどいいところの肌けかたしてくれてますけども、そんなね、トモエ演じてみていかがでしたか。うん、あ、でも本当に、うん、なんか私ピンク髪の女の子がもういつか演じてみたいです。かわいい。
美女をいただいてみたときに、うん、もう刺さりすぎて、ピンク髪の女に悪いやつはいない。そうなんですよ、うん、本当にそう、うん、悪いやつはいない。そうなんですよ、悪いやつはいないし、みんな好きだし、ピンク髪、みんな顔がいい、うん、ピンク髪、うん、そうですよね、うん、でもなんかこの柔らかな雰囲気もすごく好きで、そうそう、うん、しかもなんかこうすごい私の話になっちゃうんですけど、うん、ロリキャラが大好きなんですよ、実際に。そうなんですね。そうなんです。上映のセリフも見た時にめちゃくちゃこうチャリノちゃんをめでてて、わかるわと思えばわかるぞと思え、共感しながら好きの気持ちがより乗せられますね。そうなんですよ、うんうんうん、すごいこうチェリノちゃんを実際に褒めてるセリフの時とかすごく楽しくいつも演じさせていただいて、厚木さんも出ちゃってるぐらいの。そうなんです、本当にもう心の底からチェリノちゃん可愛いと思ってます。大好きです、チェリノちゃん。いや確かに伝わってきますもん、うん、嬉しい、めちゃくちゃのんびしゃ、可愛くて、松井さんそのまんまって感じしますよね。ってことは本当ですか、ね、嬉しい、うん、でもこんな日本語上手じゃないですよ。日本語上手じゃない。名前はすごいね、おしゃべり上手なんですけど、ね、残念ながら、でも打ち合わせの時から私たちが言ってることを、うん、全部尊重してくれて、全部に反応してくれて、ね、本当ですか、そうですよねって言いながら、これすごい心ね、ね、握られちゃったもんね。そうそう、嬉しいです、やったよかった、いいんだなって思っちゃうもんね。もちろん言われていいんだなって気持ちで、でも私も今日大船に乗ったつもりで、ここに大丈夫かなこの大船。沈みます、いつもギリギリ攻めてる。本当ですか、頑張りましょう。ちょっと危ないかもしれない。実は泥でできてました。いつ怒られてもおかしくない。大丈夫、まだギリギリいける、いける、いけるはず、いけるか、沈むときは一緒に、じゃあ、あ、そう、はい、一緒に沈んでくれて。ありがとうございます。優しすぎる。そしてね、厚木さんといえばお友達の名取さなさんが、ね、そうなんです、ブルアカガチ勢ですけれども、ね、お話ししたりします、ブルアカの。します、します。配信とかもすごくたくさんさなちゃんやってくださって、ね、そうなんですよ、てかもう公式放送みたいな感じでもやってらっしゃいますからね、イベントやるたびにね。そうなんです、そうなんですよ、本当になんかもうよくできた先生でさなちゃんは。確かに身近にいるとね、分かんないこともすぐ聞けるからいいですよね、着眼点がすごくて、確かに、うん、本当になんか勉強になります、一先生として。しかもそうかって分かりやすくまとめてくれますもんね、うん、そうなんですよ。語彙力がそう、本当にイラストとかもつけてくれて、そうです、そうです、お絵描きもすごく上手で助かると思っちゃう。すごいです、本当、しごでき先生です。間違いな、すごいです、これからも楽しみにしてます。大好きです。愛伝えてかわいい。はい、ではね、ここからは先生からのメールもご紹介していきたいと思いますよ。ラジオネームともえもえ先生からいただきました。ありがとうございます。みうらさん、ひとみさん、ゲストのあっちゃん、こんばんは。こんばんは。あっちゃんは巴でもあり、そして我々と同じ先生でもありますよね、はい、ブルアカには本当にたくさんの生徒たちがいますが、あっちゃん的に演じている巴以外でお気に入りの生徒って誰がいますか。好きなメモロビとか教えてほしいです。迷いすぎる、いっぱい迷ったら魅力的な生徒が。そうですよね、確かにそうなっちゃう。でも本当に心の底からチェリノちゃんはめっちゃ推してすごい可愛くて、あのおひげを外した時のちょっとこう立ち絵の横顔っていうんですかね、うん、本当はこうなんか立ち絵の絵があったとしたら、うん、おひげがたまに外れるんですけど、うん、その時のここのちょっとポテット感、確かに着眼点。ロリならではのよく見てらっしゃる。本当に可愛くて素晴らしい。確かに、食べたくなるような。しかもさ、ひげをさ、おひげっていうのすごい上品じゃない。いやいやいや、あ、でもともえのおかげかもしれない。本当だね、ともえがね、ちゃんとおひげって呼んでるので。上品だ、ちゃんと。いやいや、助けられてるキャラクターに。でも確かに、あのひげを取った時のギャップ、うんうん、そうなんですよ、めちゃくちゃありますよね。可愛いんですよ。でもひげに威厳が詰まってるっていうのもすごい可愛い。全部ひげに詰まってますからね。確かに、ひげがなくなった時の取り乱しとか、うん、確かに確かに確かに。でもなんかそう思うと、うん、なんかこうチェリノちゃんっていうなんかやっぱ幼き子にレッドウィンターのこう長としてやっぱね、うんうん、成り立たせるために、うんうん、なんかトモエがひげはとんでもなくこう威厳があるものなんですってなんかチェリノちゃんに教え込んでるんじゃないかなって私勝手に思ってて。なるほどね。だからなんかひげがなくなった途端、うん、普通の女の子に戻るチェリノちゃんが、うん、なんかもう、はあ、
守りたいみたいな。あれはあれでまたなんかギャップ萌えがありますよね。わかるわかる。あとやっぱなんかこうレッドウィンターの中でもシグレ結構好きで、シグレなんかちょっとね、あの227に送られるような立ち位置ではあるっちゃあるんですけど、なんか送られた理由もなんかこうやっぱ幼馴染のためみたいな。確かに確かに。熱いところがあったりとか、あとはなんかなんだかんだ、結構レッドウィンターってちょっとギャグっぽいよね。そうなんだね。もうギャグでしかないと思ってますから、あの音楽も込みで。なんかね、安心しますね。でもそう、なんかところがあるんですけど、しぐれがなんか結構、あれなんかいい話だったみたいなまとめ方というか、そうか、あれなんかいいこと風になってるみたいなことを言うんですよ。いいとこかっさらってく感じありますよ。そうなんです。そうなんです。確かになんかそんなしぐれが愛おしくなっちゃって、そう寝ると結構好きなんですよ。いや、めちゃくちゃ愛伝わってます。嬉しい、嬉しいです。愛おしく感じてるキャラがいっぱいいて、そうなんです。素敵ですよね。素敵、魅力的なキャラクターいっぱいでした。本当です。選びきれないですよね。確かに。では続いてのメールご紹介します、ラジオネーム、巴の谷間に集まる水で加湿したい、しみしみおしみ先生からです。はい、ありがとうございました。終わりですか？ごめんごめん、思わず思わず反射的にちょっとごめんごめん、ちょっとね。ひとびさん、三浦さん、ゲストの厚木さん、こんばんは。こんばんは。厚木さんがブルアカラジオに、呼ばれると聞いてお便りをお送りしました。厚木さんは巴を演じておられますが、巴はかなり初期、それもイベントでの顔出しが、メインになっているレッドウィンターでの実装ゆえ、ストーリーでの出番が少なかったり、周年コメントぐらいでしか、新録のボイスが聞けなかったので本当に嬉しいです。さて今回はマリナ、チェリーノと一緒にチーパオでの登場で、普段厚着をしている巴のスタイルの良さが出ておりますね。普段このラジオで MC をしているひとびさんと三浦さんは、先週このラジオで数々の名言を生み出すくらい暴走しておりましたが、厚着さんは今回の新衣装を見てどのように感じましたか？巴は他にどんな衣装が似合うか、よければお聞かせいただければ幸いです。それでは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。普通の、普通のメールだった。メール普通だった。ちゃんと、ね、ちゃんとでしたね。タイトルで全部奪ってた。ラジオネームだね。ずっと BGM は木本姿だったけど。いや、もうあれは名前が良くなかったですけどね。素晴らしい願望でしたね。今回のね、チーポン衣装も本当によく似合ってましたけど。可愛いですね。確かに普段やっぱりね、あの、寒冷地仕様の厚着のね、そうそう着てるから。そんな中でこう割と肌が露出してる感じですけど、どうですか？でもなんか私こんな巴のチーパを可愛らしい姿が見られると思ってなくて、なんかそんな別の衣装っていう欲望を抱いたことがなかったので、今すごい頭をこう見えないとこから殴られた気持ち。あ、確かにと思って。もうこのチーパを見れただけで確かに一体今満足ってなりますよね、これ以上に。でも、確かに、やっぱブラーカといえば水着の実装を結構先生たち ね、楽しみにされてる方も多いと思うので、でもそんなに肌色見ていいのかなって気持ち勝手になってるんですよ。そうですよね。あ、嬉しい。なんか普段こう覆ってるこそ、なんかすでに今回ですら結構なんか腕が見えて、まあ足がね、だいぶ露出してるっていうだけといえばだけなんですけど、でもなんか勝手にドキドキしちゃって。私でもそれが良かったりしますよね。そうなんですよ。普段隠してる人が見せてくれる時みたいな。そうなんです、タイツとかね、素足見えると普段出してる人が出したところで、そうそう、新鮮見ないじゃないですか。嬉しいけど、嬉しい、嬉しい、嬉しいは変わらない。でも水着だったら、でもどんな水着とかもありますから。でもパレオみたいな感じかなって思っちゃいません？ちょっとこのヒラヒラしたらね、巴はやっぱなんかお姉さん、パレオいいですね。しかもちょっと透け感のあるパレオで、そうです、見たい、これかな、いつか。確かに。でも毎回メモロビすごいから、その水着でもし実装されたら、そうね、メモロビ大変なこと、今回のメモロビでさえ大変なことになってましたから。そうですよね。水着のメモロビしたらどうなっちゃうんだろう。通常のもすごいし、だってこのチーパオのメモロビの画角も天才って思いました、そのアングル。いいのかなって感じですもんね。本当によかったです。あと遅れ毛が最高でした。あ、なんかちょっと熱くて、遅れ毛ですよね。なんかいつもこう寒冷地
だね。すごい多分トモエ的にはめちゃくちゃ暑いと思うんですよ、ね、の中でちょっとなんかこう 汗ばんでるって言い方なんですけど、で遅れ毛がちょっとヒラヒラってなってる、なんかどこ支えてあげたらいいんだろうみたいな、重力すごいですもんね。いやちょっとなんかね、支えるなんて、ちょっと手つけたのがよくないおこがましいかもしれないけど支えたいですね、ね支える機会があるので。もおこがましいですもん ね優しすぎ優しい。え、支えないの？いいの？2人で行くよ、片手ずつ。いいよ、じゃあそれ見てるから。じゃあ2人で支えます。だってトモエ役だから。確かに確かに、でも支えがいがありそうですもんね。ねえ、あつきさん全部肯定してやりやすい。そうだ、嬉しい、よかった。ねえ、じゃあたくさんのメールありがとう、ありがとうございます。引き続きアニメ、ゲームの感想、私たちへのメッセージ、好きなキャラへの愛などなど、どんなことでもいいので送ってください。宛先は br@joqr.net です。ブルアカラジオ、ブルアカラジオ、ブルアカラジオ。続いてはこちら、ブルアカジュークボックス。はい、ゲーム内の名シーンを BGM と共にご紹介するリクエストコーナー。リスナーである先生たちからキャラソンはもちろん、ゲーム内 BGM などブルアカ関連楽曲のリクエストを募集し、そちらを流していきます。では先生からのリクエストをエリちゃんご紹介お願いします。はい、ラジオネーム、口内炎と戦うまちゃまる先生です。ありがとうございます。三浦さん、ひとびさん、ゲストのあつきさん、こんばんは。こんばんは。レッドウィンターメインの新イベントが来るということで、PRST マーチングをリクエストします。レッドウィンターのテーマソングといっても過言ではないこの曲、アンウェルカムスクールばりに、場面の空気を変える曲で、ストーリーを読んでいる時にこれが流れると思わず笑ってしまうんですよね。今は冬とは真逆の酷暑ですが、そんな暑さも吹き飛ばすこの曲をラジオで聞きたいので、ぜひお願いします。はい、ということでね、あつぎさんがゲストなのね。この曲大好き、いいですね。もうレッドウィンターと言ったらみたいな曲ですよね。なんか曲が流れた瞬間、あこの楽曲、なんかそういう担当なんだってわかりますよね。わかりますよね。なんでできた曲なんだろうって思いました。もうテンションもね上がっちゃうもんね。嬉しい。はい、それではお聴きください。みつきわさんで PRST マーチング。
ヨースター。あら、先生もいらっしゃったのですね。美味しそうな料理がいっぱいです。どちらから食べますか？ブルーアーカイブ、こちらへどうぞ。ヨースター。夢、希望、苦難、挫折、かつてあなたも歩んだ物語。今度は生徒さんたちと一緒にブルーアーカイブ。ヨースター。はい、ベンディア68、リクハチマです。ブルアカについて調査をしてほしい？任せてください。透き通るような世界観で送る学園 RPG ブルーアーカイブ、好評配信中。ヨースター。先生、先生と一緒にいるとすごく安心する。なんでだろうね、不思議。ブルーアーカイブ。ブルアカラジオ。続いてはこちら、ブルアカインフォメーション。ブルアカに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。本日はこちら、トモエ役、厚木七海さんと語るゲーム内新イベント、月下無双をご紹介。本日のゲスト、厚木七海さん演じるトモエチーパオバージョンも登場するゲーム内新イベント、月下無双が現在開催中です。そこで今日はゲストの厚木さんと一緒にイベントとピックアップ募集情報についてご紹介していきます。はい、ということで、まずは今回のイベントストーリーのあらすじ紹介から、お願いします。仙台区を高級中学校とレッドウィンター連邦学園が交流会を開催することに、レッドウィンター事務局のチェリの友江マリナは仙台峡を訪れ、景色や料理を堪能していた。一方、他校の生徒を仙台峡に招き入れるのは伝統に反すると、交流会に反感を抱く生徒も現れて、果たして交流会は無事成功するのでしょうか、というお話なんですけど、前回このチーパオに盛り上がりすぎて、しかもレッドウィンターが絡むっていうので、めちゃくちゃまあギャグ系だろうって思って、あんなに盛り上がったから、めちゃくちゃシリアスじゃなかった。びっくりしました。私反省しました。あんなになんかどうせギャグやろうみたいなテンション感で言っちゃってたんですけど、私もですよ。なんかもういいパオねって気持ちで、いいパオね、いいパオ、はいはいみたいな、どんないいパオ見せてくれんのと思って読み始めたら、もう冒頭からそういうのじゃない思ってたんと違う。なんかだんだん雲行きがね、怪しくて、めちゃくちゃ怪しくて、でも最初私もなんか勘が悪い先生なので、あのみんながね、普段のレッドウィンターの制服からチーパオに着替えてきてくれたあたりまでは、いいパオねと思ってやってたんですけど、なんか急に BGM が消えて、ヨースターと思って、なんか社名をね口ずさんでるぐらいの BGM が消えた、これで消えたぞと思って、なんか最後まで、いやでもギャグが来るんじゃないかって、いやそうね、やっぱちょっと思ってたんだけど、そうなんですよ、ちゃんと最後までお話でしたけど、なんかこれはメインストーリーじゃなくていいんですかってぐらいの、本当に、なんかメインストーリーぐらいのいいお話すぎて、本当に本当に、だからすごいなんか、すんませんと思いながら、いやだな、最高でした、あれでしたけど、めちゃくちゃいい、でもレッドウィンターの3人は割とこう、重い話の中でも清涼剤になってて、すごい良きだった感じもしましたけどね、変わらないですよね、みんな ね、マリナとかが本当ずっと安定して、確かにマリナが本当ずっとマリナでいてくれて、ありがとうの気持ちでいっぱいです、ね、シリアスな時でも絶対声大きいんだろうなと思って、めっちゃわかります、確かにいいなと思いました。あとはね、新キャラが、そうですね、ねえ、かぐやちゃん登場してましたけど、どうでした？美人なんじゃないかなって、みんな誰もがね、そうですよね、思っ
ってたら違かったね、うん、本当ですよね。ヨースターさんは全部裏切ってきてくれたやってくれました今回も、だから大人気ですから拍手しかない、みんなが予想しないところをね攻めてきてくれるんですけど、そういうのを求めてますから先生たちも、今回も見事にね。もうなんかまあ、うん、かぐやはかぐやで、うん、なんかちょっと難しい立ち位置なのかなって、そうなんですよ、思って、うん、かぐやの気持ちもあって感じ、そうなんですよ、なんかそれぞれねやっぱ守るものがありますから、うん、いやそれぞれの正義が ね、うん、誰が悪役とかないからないからそれぞれが信念持ってるから、ね、でも割と会話を思ってたよりちゃんとヴィランだったけど、そう、うん、会話ちょっとね、ね、なんかもう徹底してた、本人もなんか徹底して、うんね、ちゃんと悪役やんと思って、うん、ここまでちゃんと悪役も今までなかなかなかったんじゃないかなって感じが ね、うんうん、ねしましたけど、確かに、うん、でもありがたいですよね、一人こういうキャラがいてくれるとって思っちゃいました。だからこそ面白さがね出てきますからね、うんうんうん、でも本当なんかキサキとかは想像以上に大変そうで、うん、なんか応援したくなっちゃった、本当に、うん、こんな大変そうだよなと思いながら、うん、読み進めてましたけど、うん、なんかよりね、うん、生徒として迎えたくなっちゃうよね、うんうんうん、お迎えした、ね、お迎えした、まだですかってより気持ちが ね、そうそうそう、なんかイベストを読む前と後で結構印象変わったなって個人的には思いましたけど、うんうん、そうね、一日の活動時間少ないってやばいよね、ぶら下がり健康体操みたいな、ね、あ出た、そう体操ね、万歳、あ万歳体操、万歳体操ね、なんかんいきなり様子があれみたいな感じになりましたけど、すごい見る目が変わりますね、結構ねわーってきちゃうよね、そうそうそう、でも先生に体重預けるとことか、あこうなんかあみたいな、そんなやり方をみたいなしましたけど、なんかいつも結構強くてね頑張ってる、そうそうそう、弱いところ見ちゃうとね、ああいうところ弱い持ってかれる、いきなり強がってた子がなんかそう弱い部分見せられるの、本当に先生すぐやられるでしょ、やられましたそういうのに弱いから先生たち、まんまと、うん、私たちも含めてすぐやられちゃいますからね、守りたいってなりました、うーん、てーてーって感じでしたけどね、いやよかった、うん、あとはなんと言ってもね、イベストではなんか今までなかったこう予告が、うん、そうなんですよね、鳥肌立ちました、ね、急に次回予告って出てきて、うんうんうん、と思って、ね、今までなかったですよね、うん、だからよりなんかこう力が入っているし、うん、本当に改めてイベストでいいんかみたいな気持ち、うんうん、いや本当に、ね、なりましたけど、ね、でも絶対背景的に回が来てるじゃんってなりました、先生が来てるじゃんって本当にやばいやばいってなりました、確かに楽しみすぎてもいや早く続きがね読みたいね、待ち遠しいね、あと個人的にちょっとあの、うん、お土産の人形、あ商品化してほしくて、グッズか希望、あれ確かに分かりました、うん、いやめちゃくちゃ可愛かったですね、可愛いです本当に、欲しい、言っとくの大事ですから、うん、偉い人いますか、あお願いします、聞いてる直で、でもプラスで、トモエが普段はチェリノちゃんの人形を作ってるから作れるって言ってたってことは、チェリノちゃんのお土産人形も作れるってことですかと思って笑ってます笑ってますあはは言うてます、チェリノちゃんの欲しいなって思いました、こんなにね、はい、今日チーパオで来てくれて、うん、欲しがってますから、検討お願いします、はい、何卒よろしくお願いします、チェリノちゃんのほっぺをつままぜてくださいお願いします、楽しみにね待ってましょう、はい、はい、で、うん、今回もねストーリークエスト、うん、チャレンジの3つをプレイ、うん、で特にクエストを周回することでゲームで使用できるアイテムと交換できる小型のお茶セット、うん、陸若雲模型が獲得できるほか、消費することでイベント報酬交換時のボックス抽選に参加できるお土産の人形を入手、うん、手に入れることができます、はい、イベント報酬交換所では青奇跡や、うん、イベントショップで報酬と交換できる幸運のキーホルダーなどが入手できるので、ぜひ積極的にチャレンジしていきましょう、うん、で他にもねイベントショップでは鉄とか贈り物などレアアイテムも手に入るので、ね、積極的にね交換するといいねっていう、はい、ではねお次はピックアップのご紹介をしていきましょう、うん、雪の下に咲く20日余りと雪の上に立つ3日展開開催です、うん、ピックアップ生徒として星さんともえチーパオバージョンと星さんまりなチーパオバージョンをお迎えすることが可能です、うん、じゃあまずはね星さんともえチーパオバージョンから見てみましょう、こちらです、
はい、改めてねこちらになっておりますが、何度見ても可愛いですよね。可愛いです。最高だ。見えないものが見えそうなチーパオ、思わず歌い出しちゃったりなんかしちゃってねじゃあね、性能紹介の方も見ていきましょうね、はい、うん、こちらになっております。性能が役割スペシャル、うん、クラスサポーターポジションバック、攻撃タイプが神秘で防御タイプが特殊装甲となっております、はい、うん、EX スキルでね、味方と敵を移動させてバフデバフを付与する貴重な移動系のスキルの持ち主ということでね、うんうん、この間先日まで開催されてたこうゴズだったりとか、うん、今度開催される白黒で味方を移動させたと、移動させたい時とかに結構ね、そうね、使えたりするんじゃないかなっていうキャラクターになっております、うん、そして合わせてピックアップされる星さんマリナチーパオバージョンはこちらです。こちらもね、またねマリナがね、うん、キリッとした表情とともに、ね、こんなにキリッとしてるのに、そうギャップがそうなんですよねギャップが今だけですよねじゃあね、こちらのマリナのね性能も見てみましょう。こちらです、うん、はい、役割がストライカー、クラスアタッカー、ポジションフロント、攻撃タイプが貫通、防御タイプ重装甲となっております。EX スキルでね、中毒系持続ダメージが付与され、さらに中毒状態の敵を攻撃すると攻撃速度と追加ダメージが得られますということでね、こっちだと9月4日から開催される合同火力演習とかでね、うん、使えるんじゃないかなって感じになっております、ね、EX スキルの名前面白い。そうなんです、めちゃくちゃマリナが出てますよねうわなんか他にもすごいなんか声が大きそうなね、いろいろ好きで、大好きです。本当にこんなに美人なのに、ね、これがまたギャップ萌えでね、本当にいいんだよね愛しいそうそうそう、2人ともねだいぶ使えるキャラクターですから、皆さんぜひぜひゲットしてくださいね、うん、でね、もう安定のさすがなんですけど、はい、ブルアカラジオ P が2人お迎えしてくれてますんでね、さすがです。今回はね、厚木さんにぜひとも触ってもらって、つまみモーションをチェックしていきたいと思います、はい、P ありがとう、ありがとうございます。 P がね、いつも石がね、石がねっつってそんな中引いてくれましたから、ありがとうございます。ありがとう、もう感謝の意を込めて、ね、つまませていただきます。つまんでいきましょう。誰からつまもう。いいですよ、好きな子からつまんじゃって。でもせっかくチーパを着てるから、やっぱマリナからつまんじゃいましょうか。では失礼します、うん、よっ、待て、このワンピース少し開きすぎではないか。それな、よすぎる、このスリットを隠すんですよね、マリナ。あの持ち上げた時にこうやって、ね、待て、あ、このワンピースこれで隠すんです、少し開きすぎではないか。だよな、なんか壁感じるよね、作り手側の本当に作り手側の壁をとても感じるモーションとなっております。この不安そうな顔、マリナのありがとうございます、恥じらいって大事ですよ ね、そしてなんとこれ立ち姿が2パターンあるんですよ、ね、今2パターンもあるって、ね、少し開きすぎではないか。銃を前に構えてたんですけど、うん、前だ、またちょっともう一回やって、前に構えてるの、あ、このワンピース、このちょっと開きとかよく見える、いや、いいです、ちょっと気にしたくない、気にしてる、気にしてる、足が出てる感じ、ね、動きやすいんだろうね、あらまあ、いいですよね、最高、細かいよね。チェリーのちゃんもいい、行ってみましょう、行ってみましょう、あれ、あ、話せどうですか、チェリーのちゃん愛の、いや、もう最高です。このランドセルが伸びるんですよ ね、 あ、チェリーのちゃんはこうやって持たれてるんでしょうね、そうなんですよ、かわいい、この必死の抵抗、でも届いてないよ、ね、わかるわかるもうみたいな、届いてないぞのやつ、そうなんです、もうたまらないです、この感じが、話せ、かわいい、チェリーのちゃんも可愛いですよね、あ、可愛い、一生懸命怒って可愛い、ちょっとともよもじゃあ、うん、お願いします。何か問題でも、はい、もう平常、うん、平常運転いい声ね、もうともえは動じませんから、何か問題さすがですね、動じませんから、感覚ありますよ。でも演じさせていただいても結構、うんうん、なんかこういうなんかちょっとなんて言うんだろう、通常とは違う動きが起きた時でも、うんうん、ともえは結構なんか冷静でいてくださいって言われました。はい、優勢になってますね、でも確かにそれめちゃくちゃ伝わってくるかもしれないです、嬉しいです、うん、結構ここ緊迫しない
なくていいんですか、うん、ってとことか。そうなんですなんかもっと焦んなくて大丈夫ですかみたいなシーンでも、いや、トモエはもうなんか堂々と落ち着いて落ち着いててくださいって結構言われるので、やっぱね、前からしたらもうそれも予想の範囲内みたいな、うん、ねえ、そう、しかもやっぱレッドウィンターのなんかある意味要じゃないんですけど、うんうん、としてやっぱなんか誇りがあるんだなっていうのを勝手に感じてます。トモエらしさが詰まってますね、うん、私が動じちゃダメだみたいな。確かに、あら、中の人の方が動じちゃダメだよね。確かに確かに。ちょっとみんなもつまませていただきます。私は子供じゃない。あー、いいいいですね。いい反応してくれる。あつみさん、いい反応してくれる。素敵すぎる。私は子供じゃない。みんなもね、ぜひつまんでみてくださいね。ではここでリスナー先生から届いた月下無双のプレイした感想をご紹介していきます。はい、お願いします。ラジオネーム、しょうちゃん先生からいただきました。ありがとうございます。みなさん、ひとみさん、あつぎさん、こんばんは。こんばんは。今回のイベントストーリー本当にすごかったです、うん、メインシナリオと遜色ないほどに濃厚なシナリオに驚かされました、うん、レッドウィンター連邦学園との交流会によって徐々に明かされる仙台郷高級中学校の内情、うん、暗躍する七囚人海、うん、そして最後の意味深な予告編、妃に何が起きたのかも気になります。イベントシナリオを読み始めた直後は、妃相変わらず可愛いチーパオ最高、チーパオ最高あ、2回言った。インナーカラーの可愛いコール、あなたかぐやって言うのねニコニコしていましたが、出会っちゃった、トトロみたい。終盤になると、これはただごとじゃないぞと緩み切っていた顔も一気に引き締まり、読み終える頃には真剣な表情になっていました。わかる。いたのですが、その後大決戦でもらったチケットで10回だけガチャ回したんですよ。そこでなんと、ともえさんを迎えすることができて、 おめでとう、すごい。今頭の中はチーパオでいっぱいです。チーパオでいっぱい、いっぱい、いっぱい、あ、ごめん言ったかと思ってる現状がダメだ、もうチーパオでいっぱいです。やられちゃってる、ごめん。ですが、うん、メモロビア、ラジオで厚木さんのお話を聞いた後に見たら、うん、より初見が楽しめると思いますので、今は我慢してます。そうなんだ。厚木さん、はい、ともえさんの収録の思い出や今回実装されたチーパオ衣装の見どころなどお聞かせください。なんかね、さっきもお話ししてくれましたけど、改めてね、今回のイベントでね、収録したという話とかも聞きたいですね。いや、でもなんかすごく印象的だったのが、うん、結構それこそレッドウィンターの制服で普段はしっかり着込んでるので、うんうんうん、なんかそんな友恵がいつもよりこう軽装になって、うん、なんかちょっと先生を挑発じゃないですけど、うん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 、してるんですよ。なんかもうやりおるなって思ってしまって確かになんかやっぱね、うんうん、こう分かってるなって思いました、友恵は。魔術だけじゃなくて、なんか行動も抑えてなつぼって感じがありましたよね。よりこう心をつかまれてしまいました。なんか魔性の女とありません、うんうん、本当に、ね、もういいんです。なんかもう巴の手のひらの上で踊りたいと思う。転がされたいとか、巴だったらもういいって感じになりますよね。そうなんです。巴はいつでも多分転がせるんだろうね。そうだよね、うん、だからぜひ先生よく見てください。すごい素敵なアングルですので、あれはもう多分見せてくれてます改めてねもう見なきゃ失礼までありますから。そうそうそう、よく見てください、ね、ぜひご覧ください。そうそうそう、楽しめちゃうね。ね、改めて楽しんでください、はい。では続いてですね、ラジオネームフィラック先生です。ありがとうございます。石飛さん、三浦さん、厚木さん、こんばんは。こんばんは。今回のイベントストーリーを読み終え、今か今かと続きを待ち望んでいる状態です、うん、そんな中、私は今回のストーリーで特にサヤへの印象が大きく変わりました。今までは普段自作のいろいろな薬で生徒たちにトラブルを起こすといった若干おっちょこちょいなサヤの印象が強かったです、うん、しかし今回は、練炭術研究会の立場として、キサキのことを本当に心配し休養を提案したり、うん、自分の力のなさを食い入るシーンであったり、うん、薬のすり替えに関する処罰は全て受けるといったシーンが今までのサヤとギャップがあり、発明家としてのプライドや信念を感じ、本当にかっこよかったです。そしてクーデターである強撃のシーンでも、異変を素早く感じ取ってすぐにキサキの身を案じているのは、彼女の優しさと同時にキサキを本当に大切に敬っているのが強く伝わってきました、うん、
次回以降に追加されるストーリーで他の仙外教の生徒はもちろんさやのさらにかっこいいシーンもぜひたくさん見てみたいです、ということで、そうだ、もうすべての代弁をしてくださいましたね、してくれてますけどミラスク先生、確かにさやの印象がめちゃくちゃ変わりました、なんか若返りの薬の研究、いつも合ってるっていうのもすごいイメージがあったんですけど、え、もしかしてモンシュ様のためにって思ったら、そんなにためにみたいな、ちょっと胸が苦しくなっちゃって、確かに絆を感じました、なんか普段から考えられないぐらいこうシリアスなところになってくれてたよね、そうそうそう、だからさやも含めてこうなんか普段とギャップを感じる生徒が多かった、そうね、気がするかもしれない、素晴らしいイベント、ね、そうなんか仲いい、名取さなちゃんが配信内で最初になんかキサキがお香を部屋で炊いてる、先生が初めて部屋に来たシーンでお香を炊いてるって、でこれはさやが作ったものみたいな、てか研究会が作ったものっていう風に出てきてたんですけど、さなちゃんがこれは匂わせってことって最初は言ってたの、そのシリアスだと思ってなかったから、私まだ分かってなかったですからね、さやとそのキサキのそういうことみたいな、だから源流門の人も、なんかキサキとさや同じ匂いしませんみたいな、嗅ぎに行っちゃってもしかしてみたいな、もしかしてもしかして2人ってそういう絵みたいなって思ったら全然違くて、そういう話じゃない、そういうことちゃうんや、全然違ったって面白かったです、みんな誰もがこんなことになるとは、いや本当に続きが早く読みたいですね、はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。こちらねメールはね自尊課外授業の方でも感想を読んでいきますので、ぜひぜひお聞きください。はい、ということでゲーム内新イベント月下無双は来週9月4日水曜日午前10時59分まで開催中です。ぜひプレイしてくださいね。以上ブラカインフォメーションでした。続いてはこちら、ブルアカラジオ対策委員会。はい、野々美が所属しているアビロス廃校対策委員会は膨れ上がった借金を返すために奮闘していますが、実はこのラジオにも借金があります。現在の総額は172万円わすいません、借金あるんですこのラジオ。そうなんですね、こんなにケラケラ笑ってやってたんですか。急にイベントのようですね、今回のイベントのよう笑えなくなりましたね、ごめんなさい、全然減らないんです、このコーナーでは借金を返済するため私たちが毎回さまざまなチャレンジという名のアルバイトをして、その成功報酬を借金に当てていきます、本日はこんなメールが届いていました、エリちゃん紹介お願いします。はい、ラジオネーム西蔵先生です、ありがとうございます。三浦さん、ひとびさん、ゲストのあっちゃん、こんばんは。こんばんは。今回の借金返済ですが、ここは滑らない話をして面白ければ借金返済でどうでしょうか。トモエはどんなことでも最もらしく聞こえるという話術の達人的な存在なので、どんなことでも面白くする皆さんの話術を見せてください。うわ、恐ろしすぎる、ハードル高いということで、本日は滑らない話だとハードルが高すぎるので、めちゃくちゃ高いよ、あんまり盛り上がらなそうなトークテーマがお題として出るので3人で頑張って盛り上げてみます。面白い。盛り上がったと判断されたらアルバイト代が出ます。お酒入れてからやりたいもんね。本当だよね。ちょっといっぱい飲ませてくれよって飲んでから何でも面白すぎるし、盛り上がらなそうなトークテーマって何って、それもまた気になるしね。面白い。じゃあやってみましょうか。アルバイトスタート。じゃあまずお題こちらです。好きな指。あります私。あります。あるんですか。厚木さんのおかげで強いかもしれない。厚木さん、ちなみにどの指が好きですか。7薬指。ちなみに理由聞いてもいいですか。一番自分の指の中で形が綺麗なんですよ。でも確かに指すごい細くて綺麗。全然指が細くて長い。いや、指は実はあんまり自分の指は好きじゃないんですけど、唯一薬指だけは好きなんですよ。でもすごい、めちゃくちゃ手綺麗。嬉しい。てるちゃん、ね、えっちゃんも超綺麗。嘘、嬉しい。めっちゃ好きです。超細くて綺麗なんです。でもちょっと私実際にめっちゃ手好きなんです。あ、盛り上がる。厚木さん、いけいけ。手が好きなんですね。なんか私だけ一人で盛り上がってて本当に恥ずかしい。
どうですか、私たちの手はいかがでしょうか。綺麗すぎます、たまらない。ゆりちゃんめちゃめちゃ女性的、綺麗です。私すごい大好き、なんか骨張ってんで、ね、そういうこと、私も骨張ってるタイプで、でも綺麗です。嬉しい、釣り革掴ませたい。シチュエーション的には、確かに何してる手が好きですか。もうなんか結構、うん、あの女性のお手がすごく好きで、釣り革に捕まってる綺麗な手があるとめっちゃ見ちゃうんですよ。じゃあ電車とかめっちゃ幸せですね。そうなんです。あ、じゃあいつも電車乗ったら次さんはちょっと上を見てるんですか、ね、はい、広告見てる厚木かと思いきや、それ大体手を大体すいません、本当に世の中面白い、最高。待って、今日厚木さん以外いけるかも。いけるいける、私たちもう添えでいいもん。そんなことない、いけるいける、最高すぎる。どん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 行きましょう、次のお題。学校の思い出、ないです、はい、待って待って待って、やばい、ちょっと陰キャには重すぎるお題がやばいやばい、大丈夫大丈夫、なんか大丈夫、パーソナリティ関係ないですからね、学校の思い出。行ってました学校。あ、行ってました、行ってました、行ってました。じゃあいけるいける、行ってる、行ける行ける行ける、行ってました、行ってました。じゃあじゃあじゃあ、でもなんだろう、なんか私本当にたまたまなんですけど、うん、あのくじ引きで席を決めてたんですけど、うん、高校の時に、うんうん、なんか毎回角の席しか引かなくて、うん、でも強すぎ、角の席ってなんか人気って、ま、うんうん、漫画で読んだ、めっちゃ最高です。あれあれ、なんかあれ漫画で見たよ、角の席人気、自分の体験ではない。終わってしまった。ダメ、これ私のせいかな。体験なんじゃなかったから。麦茶は買う派、自分で作る派。あ、いかがですか。でも夏といえばやっぱ、うん、麦茶、うん、ミネラルが豊富ですからね。ミネラル麦茶、皆さん知ってましたか。健康的にね、そうそうそう、なりますから、熱中症対策にもね、汗でどんどんね、ミネラルって出てっちゃうからね。そうね、大事、作る人、うん、あ、でも意外と買っちゃう。確かに手軽ですから、なちょっと作る、盛り上がってたじゃん、ダメ、ね、ダメ、次次こう次、あ、好きなじゃんけんの手、あ、懐かしい。でも、どれが好きですか、じゃんけん。やっぱチョキが可愛いから。でも、くすり指見えないですよ、くすり指隠れちゃいますよ。でも、この折れてるところがいい、うん、いや、でも見えないよ、やっぱパーの方見えるっちゃ見えますよ。でもやっぱピースって可愛いから、あ、そういうこと、確かに、そういうこと、チョキ好きです、私は。なるほどね、確かに。でも、グーも強そうか。え、グー、拳で、確かに、拳で、拳で。拳強そうだから、拳でいこう。あと結構じゃんけん、なんか緊張するシーンもあるじゃないですか、仕事でじゃんけんってなると、うんうんうん、何かがかかってたりとかする、うん、なんか気合入るとグー出しがちじゃないですか、なんか力んじゃって、確かになんか緊張した時毎回同じの出しちゃうみたいな、うん、そうかも、なかなかね、一回やってます、じゃんけん、あ、やってみよう、やってみよう。え、最初はグーじゃんけんぽい、あー、はい、こんにちは、盛り上がる、手盛り上がる、はい、こだし、手形いいね、最高。はい、じゃあ今のお題が最後でした。これいいんじゃないの、厚木さんの回にぴったりだよ。確かに手が手強すぎ、こんなに手ネタ強いです、さすがです、よかった、手が好きで、ね、よかった。それでは私たちが今回稼いだ成功報酬を発表しましょう、はい、こちらです。ドキ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 、結構成功しましたけど、私スパーですよ。何、えぇ、すごい、7万、すごい、嬉しい、もうなんか1万とか2万とかビビドル額返してる。そうですね、桁が大きいからね、うわー、7万が返めっちゃ減りました。今日はさすがに厚木さん様々でした。いや、どうでもない、よかった、救われた、手に救われた、私を誇れる日が来ました。いや、最高ですよ、素晴らしい。こういう感じで私たちが借金を返すための企画案お待ちしております。以上、ブルアカラジオ対策委員会のコーナーでした。ブルアカラジオ、
ブルアカラジオ。お送りしてきましたブルアカラジオ、そろそろお別れの時間になってしまいました。この番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送ブルアカラジオまで。メールの場合は bar@joqr.net bar@joqr.net まで。そしてこの番組超 A&G プラスにて毎週月曜日21時から放送中ですが、ブルーアーカイブ公式 YouTube チャンネルでも毎週火曜日20時頃にアーカイブ配信を行いますので、リアルタイムで聞き逃しちゃった方やもう一度楽しみたい方はそちらのアーカイブをご利用ください。さらに毎週土曜日21時10分頃からは A&G トライバルレディオエジソン内にて10分間のミニ番組ブルアカラジオエジソン課外授業も放送中。こちらにも厚木さんにお付き合いいただきます。ぜひそちらも聞いてくださいね。お願いします。また番組公式 X もあります。こちらもフォローお願いします。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。改めてね、厚木さんありがとうございます。楽しすぎました。ありがとうございます。本当にお邪魔できてよかったです。最後借金返すのも一緒に付き合ってもらって、もちろんです、救われました。いやいや、とんでもない、ビビたるものかもです。全くそんなもの。頑張りましょう、これからもまた一緒に返してもらっていいですか。はい、もちろんです。心強すぎ、頼もしい、ね、働かせてください。番組もね、遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、エジソンの方でもね、メールいっぱいご紹介しようと思ってますからね、よろしくお願いします。お願いします。それでは今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はブルーアーカイブ野々宮役三浦千秋と、はるか役石戸美恵梨香と、そしてゲストの、はい、智恵役厚木菜奈美でした。先生またね。この番組はヨンスターの提供でお送りしました。